はい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 、皆さんこんにちは、ガミです。僕は今大阪環状線の京橋駅に来てるんですが、今回この動画は京橋から和歌山まで奇襲時快速を乗り通してきたということでやっていきたいと思います。今回は乗り通しシリーズということで奇襲時快速やっていきたいと思います。まあ、見どころとしてはひれの駅で切り離しが見られるっていうのと、あとは何だろうね、まあ、やっぱり奇襲時快速結構個人的には速いイメージがあるのでスピード感とかも見どころになると思います。あ、これが関空奇襲時快速の車両ですかね。まあ、じゃあとりあえず1台見送ってその次の奇襲時快速乗りたいと思います。まずは大回り乗車の乗車券を買っていきましょう。京橋駅ということで、僕京橋駅って降りたことがないんですが、こんな感じになってるんですね。なんか結構古いというか、なんか大阪環状線の駅って結構なんか古めの感じの駅が多いですよね。僕天満は好きでよく行くんですけど、天満駅とかも古いし、なんか結構古めの印象が強いですということなんですが、まあ、いや、じゃあ、今回の経路は京橋から大阪とか西九条を経由して天王寺まで行って、そこから阪和線で和歌山で、和歌山からは和歌山線をひたすら乗って高田で、高田からは桜井線で奈良で、奈良から久宝寺まで関西線で、そこからは大阪東線で新大阪まで行くという経路で、新大阪までの乗車券を買います。180円ということですね。ドア閉まります。大阪環状線あるある、車両は結構新しいということなんですが、まあ、さっきも話したようにホームとかは結構古い印象が強いですよね。この看板とかもね、実はこれ国鉄時代から使っているわけですけども、で駅名表も新しい印象が強いですよね。でトイレとかも新しい印象が強いですね。古いところと新しいところの差が明確な大阪環状線でした。奇襲時快速に入る車両を紹介したいと思います。まず右側に映っているのが223系の0番台ということですね。223系っていうと新快速のイメージが強いですが、この0番台は奇襲時関空快速の車両だということですね。丸い目が特徴ですね。で後ろに付いている車両は、シンプルアンパクトグラフとか、225系ですね。新しい5100番台ってですね。結構この奇襲時関空快速って車両の種類が豊富なんですよね。今回来たのは関空快速の方が5000番台ということで、後ろの方は23系かな、23系ですね。じゃあとりあえず和歌山駅の奇襲時快速に行きたいと思います。あ、これ体質改善が来ましたね。お、いいのが来た。さっきの0番台と同じなんですけど、これちょっと車両が新しくなっているということで、ライトがなんか充血しているような感じのテールライトになっているんですね。じゃあ乗っていきましょう。次は最初に
今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は関西快速、関西空港行き、紀州路快速、和歌山行きです。泉府中で特急の通過待ちということなんですね。じゃあちょっと泉府中から先は、まあ、どうせ同じなので関空快速の方に乗っていきたいと思います。終着和歌山に到着しました。でこれが僕が今乗ってきた 223系0 番台体質改善車なんですが、このすぐ隣に体質改善していない方の0番台が止まっていました。じゃあちょっと比較をしていきましょうかね、せっかくだからね。体質改善していない方の0番台はこの丸目の方がヘッドライトになっていて、テールライトが下についているというわけなんですね。でもさっき映した体質改善の 223系0 番台はヘッドライトとテールライトがこの丸目に全部収まっているということなんですね。であとは体質改善してない方は方向膜ということになっています。
ちょっと車内とかも映していきましょうかね。続いて体質改善している方の223系を見ていきましょう。さっきあったテールライトの位置は体質改善だと埋められているということなんですね。でヘッドライトが上半分で下半分がテールライトになっています。外観はまあほぼ一緒なんですけども、この体質改善している方の223系は、側面の方向膜も LED になっているということなんですね。紀州路快速大阪環状線行きということで、これ行き先に路線名が書いてあるってなかなか面白いですよね。そんな感じになっているというわけですね。でパンタグラフは変えられていませんが、車内は結構大きく変わっています。こんな感じで床も全然変わってますよね。でこの座席も結構変わってますよね。227系チックみたいな感じになっていますね。このなんか握るところがオレンジになってますね。このチリカーも握る系のところがオレンジ色になっていますね。以上、紀州路快速に乗ってきたっていう動画でした。時刻表だと京橋始発になってるんですが、これ実質は天王寺発で、天王寺をもう一回通ってからの和歌山まで行くということで、6の字型の運行形態を取っているというわけなんですね。いやでも紀州路快速やっぱり乗っててすげえ楽しかったですよね。早いし増改結も見られるし、でかつ18切符でも乗れるしね、これやっぱり乗るときテンション上がるなっていうのは結構毎回そうなんですよね。まあじゃあということで、この動画はここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。